マルクトロイテンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州ブンジーデル、イム・フィヒテル・ゲビルゲ軍に属する市で、ゼルプの西に位置する。この市は、フィヒテル山地の、グローサー・コルンベルク山のふもと、エーガー川沿いに位置する。本市は、公式には15の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。マルクトロイテンは、1314年に、 ロイキンの名で初めて文献に登場する。この村はプラウエンの大官であったハインリヒからバルトザス戦修道院に移譲された。もともとこの地はエーゲル川流域を結ぶ古い街道筋を支配したキルヒエンラー三つのエッペンレヒトシュタイン城の支配権であった。1354年帝国林武官を務めたティエルスハイムのノットハフト家のアルブレヒト世がこの土地を バルトザスン修道院から購入し、24の農場や宿場、水車を拡充した。1368年に初めて教会が建てられた。1398年頃には、ティエルシュタインの領主権と共に、マイ埋ン編教博ビルヘルムウィッセイの手に渡り、1400年に彼から市場の開催権を与えられた。1415年、この新しい市場庁は、 T.L. シュタインと共に、ニュルンベルク城白ヨハン三世とその弟、ブランデンブルク編共白フリードリヒ一世の支配下に入った。その後すぐに、ロールスバッハ村の合併により、マルクトロイテンは約2倍に拡大した。1429年フリードリヒ一世は、ロールスバッハを分離し、市場町内部の再建を命じた。差し迫ったフス京都の来襲に備え、 ドルイト防護策による防衛施設や三つの門が建造された。マルクトロイテンはブランデンブルククルムバッハ編境白領と共に1792年にプロイセン王国に属したがわずかの間であった。4年間のフランス統治を経て1810年にバイエルン王国領となった。現在見られる形の旧市街は1843年9月20日の 大火の後に形作られたものである。都市農民により形成されてきたこの村に1877年、豊富とマルクトレドビッツとを結ぶ鉄道路線が開通し、経済的な発展がもたらされた。この後、マルクトロ一点には、四つのビール醸造所、製糖工場、ガラス工場及び一連の加工岩を加工する企業が設立された。 1954年10月16日にこの市場長はスタッドとなった。市議会は市長を含めた17議席からなる。ありがとうございます。